これ絶対酔いつぶれるわね。みんな酒強い。ここは日本大阪です。はい、皆さんこんにちは、ペペペです。今日はですね、もんじゃ焼き食べに行きたいと思います。お好み焼きは何回か食べたことあるんですけど、その薄いバージョンというか硬くなってないバージョンのもんじゃ焼きは、その存在はしてたんですけど、まだ食べたことが1回もなくて、今日もんじゃ焼き初っていうことで食べに行きたいと思います。では行きましょう。今日の店はこちらになります。場所は下の概要欄に書いておきますので、必要でしたら後ほど参考にしてください。だいたい撮影するときですね、極力邪魔にならないよう、夜の店やったらオープンに合わせて行ってるんですけど、ここですね、オープンと同時に満席になりました。まだ何も食べてないんですけど、美味しい店かもですね。ヘラもピカピカ反射してます。輝く俺の未来のように。ちょっと今人数少なくて一気に人が来ていただいた状態なので、はい、ご提供遅れる場合もあるんで、それだけご了承いただければ。全然大丈夫です、はい、すみません、はい、先にドリンクからお伺いさせていただきましょうか。レモンチューハイお願いします。レモンチューハイ、はい、レモン一丁です。はい、ではまずレモンチューハイからいただきます。1番3番も美味しそうですけど、一元さんにはどうしてもスペシャルっていう言葉惹かれちゃいますね。初もんじゃなんで、もんじゃつったら想像するトッピングである2番で注文しました。飲み放題コースとかもあるようなんで、必要でしたらこっちもですね、紹介しきれないぐらいいろんなメニューあります。もんじゃと一品料理、鉄板焼き、とにかく居酒屋に求めてんのはなんとなく全揃いって感じです。残念なのが一つあるとしたら、自分の胃袋に限界あるってことですかね。やっぱり日本に来るとメニュー熟読しすぎですね。早よ注文せんと。もんじゃの定番ってこれでよろしいですか。はい、はい、これ一つと、はい、梅水晶でお願いします。はい、はい、初もんじゃですね。この辺りまで熱くなるので気をつけてください。はい。梅水晶です。梅水晶です。なんとなく韓国人にはおすすめできないおつまみでもあります。でも自分この味好きです。韓国の方のため簡単に説明入れますと、サメの軟骨、梅味、軟骨のコリコリした歯ごたえと日本の梅干したっぷりの味、アグレッシブな梅の味ですが、その刺激口に残らなくて最初のおつまみで頼んだりするメニューです。味に感動してる顔です。爽やかなレモンと爽やかすぎる梅の組み合わせ、眠たい受験生にもぴったり。梅水晶なんで、사실어디를가도먹을수있는맛이긴하죠。어디를가나똑같은맛。하지만맛있는맛이기때문에어디를가나똑같이이거주문하면그냥이맛은보장된다라는거그런장점이고요그리고씹는맛도있지만매실맛이굉장히강합니다오랜만에먹어서이렇게강하게느껴지는건지아니면은감을잃은건지아니면뭔가그우메를많이넣어주신건지거기까지는모르겠는데맛이되게세니까술엄청나게들어가는맛입니다あんな顔してますが、美味しくて食べてる、美味しいから頼んでるってことには間違いありません。いつもでーす。お待たせしました。お願いします。よろしかったですか。あ、お願いします。はい、油の時は気をつけてください。はい、大丈夫。バタバタしまして大丈夫です。ゆっくり食べます。はい、はい、これなんですか。これ、これはキリイカいうて、スルメイカの千切りですね。あ、スルメイカの千切り。はい、まあ、言うたら液体に混じって、まあ干しエビとか干し椎茸みたいな感じで、はい、まあ水分絡むと、まあちょっと出汁が出てきて旨味になるので、まあだいたいもんじゃの上には乗ってる材料になります。誰かが俺のために料理してくれる、さらにプロの方が目の前でですね、目も楽しく気持ちいいっすね。お母さんもこんなことせえへんよ。はい、そこでお待たせしました。今日こちらでもすぐ召し上がっていただけますが、はい、おこげいる場合は大体30秒から1分ほど置いていただいたら、そこにおこげがついてくるんで、はい、いる場合はちょっと見てもらってから召し上がってください。わかりました。はい、ありがとうございます。動画とかでしか見たことないこのもんじゃ焼き、いよいよ初もんじゃの日が訪れました。これも見た目で判断しちゃいけないですよね。どんな味なんでしょう。とりあえず食べてみます。いただきます。
マシンで美味しいですよ。お好み焼きが그냥아예다른맛。お好みちゃんとはこれ全然違う味ですね。あんかけ라고해야되나그런느낌인데어이걸어떻게표현해야되지일단먹어보겠습니다일단표현안됩니다맛있는건확실합니다お好み焼きに水多め入れてたらもんじゃ焼きになるんかなって勝手に想像してた食べ物ですが、お好みちゃんとは全然違う食べ物ですね。強いてお好みちゃんと比べるとしたら、お好みちゃんより軽い粉もんって感じですね。あんかけであんだけ集中して美味しく作ろうってことで、いろんなトッピングと粘性をこだわりすぎたと思うぐらい研究し尽くした味。このもんじゃ焼き、お酒なしで食べれる人って井の頭さんぐらいちゃいますかね。編集してる今も食べたくなりますね。あ、我々の日本。日本は진짜술안주가장난이아닙니다。わあ、뭐라고그러맛있네。술을위해서모든그연구를쏟아부어가는그런느낌입니다。계속부글부글끓고있네요。너무늦게먹으면다끓을것같아서일단빨리먹겠습니다。이거어떻게먹어야되는거냐이거마음대로저어도되나갑자기これ混ぜちゃっていいんですかね。この食べ方でいいんか。焦げたでこれも美味しいですね。最初のあんかけみたいな感じも美味しかったんですけど、これもお焦げついててこれもこれで美味しいですね。まあ配管になるわこれ。おお、最初のもんじゃは美味しいあんかけ、お焦げつくと焦げ目の味が加わりさらに進化、これから酒ぐいぐい飲んだらええでっていうまじないかけられますね。お好みともんじゃ決めるんやったら今もんじゃの方ですね。これでお決まり。そうやっぱり全然覚えてる。このお焦げもお菓子みたいで美味しいのよろしかったら。なるほど、はい、お召し上がりください。いただきます。初めてですか。あのもんじゃが人生初めてですね。使い方みたいな。あ、教えていただければ助かります。はい、あ、これじゃないですか。一応こういうやり方もいいんですけど、はい、プロからのご説明ですよね。集中して聞かんと。こういうちょっとゴツゴツ系はちょっと引っ付きにくいんですけど、はい、ふよふよのところはちょっとだけ引いてもらって、はい、そのまま受けて。はい、引っ付けながらゆっくり真上に上げたら引っ付きにくいので、はい、スライドさせながらみたいな。なるほど、食べ方全然違ってた。全然これが引っ付くの でこういう、はい、周りのおこげも味が濃くなるんで、はい、だから冬のところは味が薄くて、はい、あのまあ、一応しっかり味がつけてるんですけど、あの焦げれば焦げるほど味があのいい感じで濃くなるんで、はい、こういうのを全部こんな感じで、ヘラで焦がして食べるのがそうですね、コツですね。そうですそうです。ありがとうございます。でそのままフーフーしてそのままパクッといくのが、フーフーして、はい、ではこれから真の味っていうことですよね。かしこまりました。ほら、ビンゴでいきます。やっぱりこっちの方がうめえわ。ああ、言われた通りやってみますね。これでこういうふうに焦がして回して焦がして回してこれですよね。これでいいでしょ。もんじゃ焼き最初から美味しかったんですけど、火通すほど美味しくなって、血中アルコール濃度とともにもんじゃ焼きの味もエスカレートして、さらにアルコール濃度高まる味です。今日もボーイモードですね。これやったらだからそういう時まずハイボールやな。ドリンク売る方は聞いておきますか。ハイボールお願いします、はい、店も忙しいのに目通していただけますよね。うわー、焦がして、うわー、回して、人間も食べ物もそうですよ。見た目よらずですよね。うわもんじゃ焼きも美味しいですが、この広い鉄板で焼くいろんな料理食べてみたいですね。だって焼きうどん食べてたら胃袋終わってまいそうで。すいません。あー、どうぞ。この玉ねぎお願いします。はい、세잔만맞겠습니다。어떻게솔직히보면딱세잔정도인데와세잔이상갈것같은데여기는내수있어도어깝홍콩국대요가있다몬자야키맛집인증山芋鉄板とハイボール。ハイボール入れておきますか。はい、あの山芋鉄板追加とハイボールお願いします。はい、ありがとう。はい、あ、山芋とハイボールでーす。店長のあの勢いも美味しさ増す材料ですよね。
ということでお待たせしました。これもお箸でブリッと取れますので、そのままどうぞ。はい、先ほど鉄板で焼いてたものですね、これ。소금간후춘간버터도넣고양파를가장맛있게그리고철판으로와예쁘게구워서그리고맛있게구워서주니까요이돈그리고이양파하나라는생각이들겠지만결코아깝지않습니다되게맛있어요와양파이렇게구워준다면이돈낸다이런느낌으로맛있습니다똑바라테나인ですよ똑바테이からですよ양파간이좋아서이안주랑만도충분히맛있습니다こんなもんなんやなみたいな感じで一旦理解だけいただければもんじゃない。美味しかったですか？すげえ美味しかったです。ありがとうございます。だいぶよう言われるんですけど、はい、美味しかったですけど、だいたいはパワハラになるじゃないですか。逆 に、 そうですね、聞きながらやってもらったと思いながら あんまりで言えないんですね、さすが。すいません。なんか一杯頼んだら飲んでいただけますか？いや、全然。何がいいですか？基本僕は、基本はでも焼酎です。何焼酎ですか？僕いつもタンタカタンですね。タンタカタン、はい、焼酎。あ、それ2杯で一杯いただいていいですか？いいんですか？飲んだことないのでこれ、あ、ちょっと飲んでみたいですね。店長がいつも飲んでるってことは美味しいってことじゃないですか？いや、けどね、僕もともと下校やったんですよ。あ、そうですか。下校やって飲みやすい入り口としてはすごくそのタンタカタンが飲みやすい。そうなんですよ。じゃあ女性かの者に再び命を与えよってことですか？わかりました。よくわかりました。勉強になります。いやいやいや、YouTube、はい、ちょっとした趣味で YouTube やってますから。そうなんですね。はい、始まったばっかで誰も見てないんですまだ。全然全然あれです。お店紹介みたいな感じですか？もちろん場所ここですとかは言ってますけど、はい、この店美味しいですよ、美味しくないですよっていう評価は一切なくて、グルメみたいな感じ。はい、グルメで俺幸せやでみたいなアピール。まあそれだけです。はい、あ、そうなんですね。はい、さらに日本今コロナで来れなくて3年ぶりなんで、ああなるほどなるほど。はい、あれですね、感動してます。あ、本当ですか？はい、ほらもともとご出身はソウルです。あ、そうなんですね。はい、これ焼酎ですか？これが焼酎です。焼酎の色、緑茶ですね。焼酎の緑茶割りです。ああなるほど。大丈夫ですか？大丈夫です。美味しかったら大丈夫です。あ、分かりました。無理やったらもう僕、はい、勝手につけずに金額入れずにもいいかと。あ、いやいや全然大丈夫です。女性も飲みやすい。めっちゃ飲みやすいと思う。そうですね。苦手でしょ。普通のお茶ですね。はい、アルコール入ってると思うんですけど、はい、普通のお茶ですね。はい、めっちゃ飲みやすいです。逆にお付き合いいただいてすみません。いやいやいや、ありがとうございます。もうちょっと足しましょうか。全然料金かからないんで、今の焼酎を、はい、今のグラスにお酒って感じるぐらいちょっと入れましょうか。あ、じゃあお願いします。はい、この優しさが日本ですよね。あ、何焼酎でも基本 OK なんで美味しいです。はいはい、全然大丈夫です。はい、まあ、人に完全に言うと思いますけど、はい、韓国みんな酒強い。これはそういう文化じゃなくてとかじゃなくて、体制でマジで強い。ああ、人によりますね。これ絶対酔いつぶれるわね。料理もお酒も美味しくて、店長も超親切。ちょっとバレたみたいな顔してるね。そうです。ありがとうございます。申し分のないもんじゃ焼きの店、もんじゃ麦で素晴らしい大阪の夜でした。ということで今日もごちそうさまでした。